京成3400型が、千葉線、千原線で団体臨時列車として運転されました。京成電鉄は、今日18日、3400型貸切列車による、千葉線、千原線入線ツアーを開催しました。京成3400型は、1993年に導入された通勤型車両です。種車は、初代 AE 型となっており、5編成40両が、1993年から1995年にかけ改造されました。しかし、新型車両、3100型の導入により置き換えが始まり、2022年12月現在で3編成が残るのみとなっています。そして、今年度中に、京成線で、デジタル無線の運用が全列車で始まることから、来年春までに、残る3編成も引退する予定です。今日18日は、団体臨時列車として、京成本線、千葉線、千原線を走行しました。3400型が、千葉、千原線に入線するのは、6両暫定時代の1999年以来約23年ぶりとなり、8両編成での入線は、今回のツアーが初めてとなります。船橋競馬場駅を発車して、京成津田沼駅から、千葉、千原線を走り、千原台駅へと走りました。千原台駅で折り返して、京成津田沼駅を経由して、八千代台駅へと運行されました。八千代台駅到着後は、返却回送までの間、幕回しが行われ、3400型が、通常表示することのない、三崎口、金町、千原台、千葉中央などの行き先や、エアポート快速などの種別も表示しました。これで、12月18日の KAB ニュースを終わります。